話を聞かせてもらった。アトベが氷帝以外の奴ら全員に怪我を負わせて自分も毒蛇に噛まれたことは分かっている。よし話させろ。あれいけた。あれあれんあれなんか普通にあ、ウスなんや。よしえ、あ、違うの違うウスの、ノウスウス以外も喋れ。どうせもせ、あ、喋れた、よかった。なんだと。よしそうかよ、なら腕ずくでも通ってやるぜ。阿久津の暴力に対して素直さでついてくる。よしカバジちょっと見たいけど。ふん、やはりな。やはりな、そういうことか。ダメですよカバジ君に怪我させちゃ。こいつがそんな玉かよ。こいつ格闘技やってやがるぞ。それもなかなかの腕だ。これは阿久津をコピーされているってこと。え、そうなのカバジ君。見て覚えました。すごい、見て覚えたって。そういや聞いたことがある。そんなやつばっかりやからなこの漫画。氷帝に何でも一度見ただけで自分のものにしちまう化け物だなんて。そうなんや、噂になってんねや。カバジやべえよなあいつ。てめえだったんだな。よし、そんな、こいつの構えは来てと同じだ。来てから技を吸収しやがった。来てくん見られてます。ダメですかマジ君。もう心配すんな、こいつに怪我はさせねえ。じゃあもう大丈夫です。阿久津さんが心配なんです。カバジの方が強い可能性があるという。だったら余計な心配だ。俺が負けるわけねえだろ。本当かな。ここは通します。やかましいぞお前ら。あ、おった。アトベさん元気そう。やっと出てきやがったな。やっぱり仮病か。めちゃめちゃ顔面蒼白で出てきた。どうしようと思ってたけど大丈夫そうやな。カバジもういい。よし。まったくカバジ相手にお立ち回りか。お前はテニスの選手だろうが阿久津。お前がお前それ人に言えるか。何度いやわかる。俺はテニスはしねえ。ちっ、それだけのバネがありながらもったいねえやつだぜ。今んとこカバジと睨み合っただけやけども。アトベさん体の方は。ああ、阿久津の言ってた通り仮病だ。比嘉中のやつらが俺のことを疑ってたんでな。あ、そうなの。なんや、噛まれとけよ。俺が表に出なくなりゃあいつらも少しはおとなしくなるかと思っていたが、まさか阿久津がこんなことをしでかすとはな。全くの予想外だったぜ。氷帝怪しくないですか。やべえ、毒蛇に噛まれたことにしようぜ。やばかしい。俺を騙そうなんて考えるからだ。さあ説明してもらうぜ。ち、しょうがね、どうやらこの辺が潮時か。日が中も何かを企んでるようだしな。ああそうなんや。やっぱり芝居か。ああ説明してやる。お前も聞け、重要なことだからな。なんでちょっと偉そうやね。やや謝り気味で言えよ。はい、指を指すな。今回の遭難は計画されたものだ。はい、あ、こんなところで説明していただけるんですか。なんで穏やかな BGM に変わんの。その目的は選手全員を危機的状況に置き極限状態での精神力を鍛えることだ。なんで嬉しそうやねんお前。ほう、なんでお前も納得してんねん。先生方が一緒じゃどうしてもそこに気の緩みができる。だが先生方がいなければ自分たちだけで危険な状況を切り抜けられる判断力が身につく。それテニスにいる。俺には関係ねえ話だ。それテニスの試合に必要。アトベさん、行方不明の先生やつぐみのお父さんは無事だ。陰ながら俺たちを見守っていた。地下からな。後ですぐにすぐに教えてあげなくちゃ。お前には特に謝っとかねえとな。特に謝れ。本来
お前と小日向は先生方と一緒に脱出させるはずだった。特に謝れ、ね、オラ。あの予定外の嵐でお前らは俺たちと一緒に行動する羽目になっちまった。はい。お前らにはいろいろ苦労かけちまったな。すまない。もっと謝れ。私は苦労だなんて思ってませんが、しかしもっと謝ってください。こう見えてもこの島は地下にハイテク装置が張り巡らされていてな。あ、知ってます。前々世の記憶で見ました。24時間俺たちのことを監視していたんだよ。大きな事故が起きねえようにな。前々世と前々世の記憶で知っております。妙な気配を感じると思ったら原因はそれか。だからお前らはなんで当たり前のに監視カメラの気配に気づくねん。ともかくお前らに種明かしをしちまった以上、他のメンバーにも事情を説明しねえとな。手塚にもこのことを伝えてやらねえと。ああ、なるほど。まあ向こうでもほぼ同タイミングでバレてるわけやけど、アトベが急にネタバラシしてきたなんやと思ったら、ここのせいか。手塚さんもこのことを知っていたんですか。あの手塚さんも。日が中の奴らにも事情を説明してやるか。あいつら何かしでかそうとしてやがる。何しようとしてんねやろ。暴れようとしてんのかな。琉球大暴れやる気なんかな。とまあこういうことだったわけだ。わかったか。わかったかじゃないやろ。わかったかじゃないよ。なるほどね。なんとなく想像はしていましたが、やはりそうでしたか。ああ、やっぱ水木はやや気づいててな。水木、本当に気づいてただに。もちろんですよ。そんなことなかったわ。買いかぶってたわ。しかし、まあ、見事に騙してくれたもんだね。なかなか見事だったよ、アトベ。なんで楽しそうやね。雪村、なんだか全部知ってたみたいな口ぶりだぜ。雪村は知ってたかもしれん。それにしても人が悪いよな。せめて各部長には教えておいてほしかったよ。それは君が知りたいだけやろ。お前に教えていたらまず1日目でバレただろうな、葵。そんなことないですって。六角は嘘つけへんから。ま、本来ならもうちょっと長いこと続けるつもりだったんだが、バレちまったもんはしょうがねえ。はい。この後不足分を補うためにあと2日ここで強化合宿を継続する。そうですか。なんだ、まだサバイバル生活を続けんのかよ。おい。はいはいはい、何でしょうか。海編はキャラクターが濃いだけでイベント内容が思ったより薄いのでびっくりしています。山編はキャラクターがみんな穏やかな代わりに起きるイベントわけわからんからな。ちょいと顔貸せ。はい、何でしょうか。貸してもいいですがご利用は計画的にね。かわいい。くだらねえこと言ってんじゃねえ、付き合えっつってんだよ。めっちゃかわいいな。ムチムチのちょい発言がかわいい。7時に広場に来い。わかった。逃げんじゃねえぞ。怖っ。はい、行きます。なんだか果たし合いみたいな呼び出し方のされ方だよね。果たし合いちゃう。じゃあ、まあ、モンブラン顔面に投げつけたら勝てるやろ。ハート飛ばしてる。阿久津さんがハート飛ばしてる。行動ポイント全部持ってくギア。キーワードリストは埋め切ってるけど、これ使うの森っぽいな。せっかく全回収したのにな。え、これ このイベント何。このタイミングで行動ポイント全部持ってかれるの結構きついねんけど。なんじゃ来た。なんじゃ俺ら。シンクのルージュが似合う女、ついてこい。シンクのルージュが似合う女。はいはいはい。モンブランの香りがするシンクのルージュが似合う女。あんまり先に行かないでくださいよ。トロいんだよてめえは。もう知ってるでしょ。夜道で走ると危険ですよ。何度も転びそうになった私が言うんだから確かです。てめえだけだそんなドジを。笑い事じゃねえ、俺は危なっかしすぎんだよ。そうやけど、まあそれはそうやねんけど、お前はお前で慎重に歩け。はい、ありがとうございます。おお、阿久津モンブラン。
仙国さんに聞いたんですけど、何をだ。阿久津さんはモンブランが好きだって話です。ここで使い切れんのか。だったら悪いか。これ多分シンクのルージュも使えるんじゃないか。モンブラン美味しいですよね。私も大好きです。当然だ。当然ですね。食べに行ったりしてるんですか。誰が行くか。あ、行かないんですね。不良ですもんね。買いに行かせてる。あ、なるほど。タカさんに。その辺のやつだ。おい、モンブランを買ってこい。一番美味しいやつだ。お金はちゃんと払ってますよね。当たり前だ。嘘つけよお前。嘘つけよお前。銀河中の部活部室から金を盗みまくっとったやんけ。お前何を想像した。何でもないですよ。なんか阿久津ちょっといいやつキャラになろうとしてない？ここに来てシンクのルージュが似合う女。原作序盤にちょっとあまりにも不良描写激しすぎてヤバってなったやろお前。実はいいやつやねんで、こんな阿久津やけれども実はいいやつやねんでって。またか。阿久津さんの好みのタイプはシンクのルージュが似合う女だって。それがなんだ。いや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 、草生えとんねんこっそら。年上が好みなんですか。年は関係ねえ。はあ、じゃあ何なんですか。でも中学生でシンクのルージュが似合う人なんてそうはいませんよ。だったら気にするな。え、そいつは昔の話だ。今は違う。はっ、どういうことですか。どういうことなんですか。紫のアイシャドウが似合う女に変わったってことですか。参考までに今は。そんなもん言う必要ねえ。ってことはもう小学生ぐらいで思ったってこと。小6とかでシンクのルージュが似合う女たまらねえぜと思って。ヒントだけでも。あんまりしつこいやつは好きじゃねえ。あ、なるほどね。わかりました。ここは引き下がります。素直じゃねえか。そういうとこはなかなか。めっちゃ笑ってるやん。はい、なんでもねえ。爆笑やん。さすがに全部持っていかれるだけあるな。うわ、たまった。うわ、ポッポ、あ、ポッポ、びっくりした。ポッポッポークです。はい。何驚いてやがる。お前の名前だろうが。の、そうですね、そうでした。はい、それはそうですけど、いきなりだったので。いちいち驚くな。これからはずっとこれで通す。いいな。なんか暗号の再確認みたいですね。お前のコードネームは今日からポークだ。これからはずっとこれで通す。じゃあ私もジンさんって呼びます。ん、何言ってんだ。ダメなの。あ、照れてる。いい加減にしろ。いいですよね。勝手にしろ。あ、いいんや。一瞬嫌やなって思ったけど、やっぱええわってなったんやな。よっしゃ、好感度マックスいった。なんか光ってますよ。多分好感度ゲージやと思うけど。 あそこだ。目的地ですか。ああ、行くぞ。はい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 、はい、大丈夫かな。永遠に一緒になるために一緒に死のうみたいな思考の人やったらどうしよう。おお、ホタル、小川ホタル、かわいい。ヒロインの名前みたいになった。小川ホタル。どうだ。小川ホタルですね。すごいです。こんな数のホタル見たの生まれて初めてです。気に入ったようだな。です、ありがとうございます。です、暇だったからな。ありがとうございます。服にもホタルが。お前体中光ってるぞ。まあまあまあ、ちょっとこのセリフだけ見たらめっちゃおもろい。まあ、ホタルのすることだ。多めに見てやる。やったー、ホタルのすること。うるせえ、ホタル待って。頭がおかしくなってしまった。体中光ったり。ホタル待って。走るな、転ぶぞ。あっと、そうでした。たくて学習能力がねえのか。ないやろ、わかるよ。この3日間ぐらいで。手を出せ。はい、持ってかれんのかな。手を出せっつってんだよ。小指ですか。こうやってつないでりゃ。は
は勝手に走り出したりしねえだ。阿久津がキモいこと言い出した。話すんじゃねえぞ。阿久津だけは信じてたのに、阿久津もやっぱりキモくなってしまうのかこれは。いやもうこれ以上上がる好感度ないけど、今阿久津俺のことめっちゃ好きやけど、ムチムチボディに夢中やけど、まあまあまあ、とりあえずキーワードも使い切れたし、いいんじゃないですかね。よし、全員集まってな。これからこいつの送別パーティーを始める。まあ、ソーパーはもう飛ばしていいやろ。料理は先生方にもらった食材で存分に用意してある。ドンパン、ガッシャン、タバヤ、ドードン。まあまあだな。綺麗ですね。花火なんざ。こんなもんだ。そうっすね。うわあ。今のが最後だね。ああ、花火も終わりました。すごかったですね。確かに。おい、全員集まれ。記念写真を撮るぞ。わあ、後で声張ってたら誰かわからん。うん。まあいいでしょう。確かに記念ではありますか。撮るぜ。柳沢、シャッター押せ。了解だに。びっくりした、柳沢だけ映られへんのかと思った。用意はいいだに。いいぞ。行くだに。1たす1は5。2。おーおー、阿久津俺が入ってないだに。入れてもらえてない。ちょ、アトベ邪魔やねんけど、場所変わって。なんだか今日は大変なことばっかりだったね。お前やで、見事に騙されたって感じよね、うん、私も驚いちゃった。この5日間結構楽しかった ね。でもそれも今日で終わり。そんな寂しい言い方すんなよ。寂しそうね。寂しくないよ別に。早く帰りたいわよ。じゃあさ、明日の朝が最後のチャンスだよね。あんたは真田でしょどうせ。そうかな。崖から落ちかけたんでしょ、知ってるわよ。え、だから告白するのよ告白。え、私も。私はもう確定事項よ。言ったも同然よ。もう一応は。あんたも好感度着々と貯めてたんでしょ。あんたも頑張りなさいよ。うん、行きなさいよ。もうそうだね、決めてやりなさいよ。あ、ちょっと待って。よし、さすがに好感度100はいったやろ、うん、おやすみ。これで付き合えなかったら俺もう指を順番に追っていくわ。明日か。もう寝ちゃった。まだ起きてるけど。明日頑張ろうね、お互いに。ま、頑張る必要は何もないけどね。ほっといても向こうから来るわこの好感度。見ろこの好感度。天井。もうちょっと待って、やらなきゃいけないことがあるから。そうそう、ちょっと男に会ってくるわ。そうか、うん、男にさ、すまんな。よし、お互いの相手を呼び出し合おうぜ、うん、私はねちょっと待って。あ、そうか、この回想シーンか。飛ばすね。飛びました。ふう、危ない危ない、なんか回想シーンに入りかけたわ。お互い頑張ろう。オッケー。私はね、え、阿久津さんなんですけど、お願いしていいですか。私は呼び出せたんか、来てんのか。何ブツブツ言って、俺を呼び出すとはいい度胸だな。え、大体わかるやろお前もう。くだらねえ話だったらぶっ飛ばすぞ。昨日のホタル良かったです。付き合ってる人っていますか。なんだと、いると思ってなんでそんなに胸張んねん。いや、そんな分からないから聞いてるので。いねえよ。よしよしよし、告白失敗した時と違う会話になったぞ。いける。
ですね、だったらその、待て。何？お前に一つだけ確認しておく。お前は俺が嫌いか？嫌いってほどでもない。ならいい。今日から俺の女だ。いいな。聞こえなかったのか？ちょっと待ってください。それはつまりそのプロポーズ。あ、いや、お前も気早いな。バカか、んなわけねえだろうが。そうですよね。ああ、びっくりした。要するに俺と付き合えって言ってんだよ。それはもう何回か言われたけどね、似たようなこと。私でいいんですか？そう言ってる。私のこと好きなんですか？嫌いじゃねえ。じゃあうまくいくわこれ。うまくいくわ。私たち同じやもん。好きじゃないんですね。そうは言ってねえ。好きって言わないつもりですね。それより返事はどうした？好きって言ってくれたら大好きって返してあげます。かわいいかわいい、ムチムチかわいい。何？一言だけでいいんです。ジンさんの口から聞きたいんです。一度しか言わねえぞ。お待ちしております。お前が好きだ。怖っ、めっちゃ怖い。うわ、近い近い近い、びっくりした。いきなり抱きつくな。あ、こっちから行った。何度も言わなくとも分かってる。何度でも言いますよ。大好きです。大好き。まさかあの時の大好きがここでこんな伏線になってるとはな。あ、終わったわ。たく、何が悲しくてまた南の島なんだ。何のシャツこれ。大丈夫これ。洗濯したあかん素材のやつ洗ったら色落ちしてえらいことなったみたいな服着てない？お父さんのペンションがあるし、この前のお詫びでチケットもらったからタダですよ。タダ。何がタダだ？お前この前のことで懲りてねえのか？すげえ、不良と南の島に二人で来てる。しかもお父さん公認やんってことはこれどこがだ。散々騙されてコケにされて、まあ、ジンさんに出会いましたから。お前言ってて恥ずかしくねえの？確かにムチムチその辺の遠慮ないよな。ジンさんだって二人きりの時は結構恥ずかしいセリフ言ってますよ。人前で言うことじゃねえだろ。人前なんここ。テレヤさん。お前な、最近調子に乗りすぎだぞ。いや、ムチムチは多分調子に乗るよ。気をつけて。それもこれも愛のなさしめる技ですよ。お前には恥って言葉が理解できてねえな。ムチ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 あかんやろこいつ。なんだかんだ言ってもジンさんは優しいですから。言ってろ、そのうち思い知らせてやるぜ。でも阿久津がこれによって更生してテニスを再開したと考えれば、ムチムチの存在は大きかったな。いや、テニスは知らんけど。で、そのペンションってのはどこだ？あ、もう見えてきますよ。お父さんとお母さんが待ってますから。あ、最悪。何？ちょっと待て、聞いてねえぞ。お前の親父だけじゃなかったのか？親父だけでもきついのに、てか親父だけの方がきついやろ。ちゃんと両親に紹介しないと。両親紹介。やばい。やっべえ。こないだジンさんはユキちゃんに会わせてくれたじゃないですか。ユキちゃん呼んでる。あれはあのクソババアが勝手に会いに来ただけだ。深い意味はね。まあまあ、ちょっとした儀式みたいなものですから。たく、もう一生南の島には旅行しねえぞ。かわいそう。旅行するたびに騙されてちゃ割が合わねえ。頑張れ阿久津、頑張れ。はい、というわけでこれはもしかして、もしかすると噂に聞くあれですか、あの好感度マックスの時に向こう側から告白してくるというやつですかね。関係ないのかな。まあとりあえず、はい、阿久津編が終わりました。ちょっと時間が長くなってしまいそうなので巻きでエンディングとかも一回見たのでバーッと飛ばしましたが、
そうですね、結局、まあ、2回やったんですけど阿久津しか攻略できてないのでもう1周ぐらいはやろうかなと思ってます。阿久津がなんか阿久津がどうのこうのよりかはムチムチがちょっとすげえ女やなっていう感想しか出てこないです今のところ。阿久津くんには頑張ってほしいなと思いました。